赤富士スロットのセカンドチャンネルです。クリスロットです。カリフォルニアやラスベガスで人気スロットを紹介したり、スロットの遊び方をクリスロットチャンネルと一緒に実践動画を配信していきます。こんなスロットやってみたい、見てみたい、そのようなリクエストがございましたらコメント欄で教えてくださいね。それでは今日ご紹介するのはトリプルスプリウムという機械のグランドプロスペリティという種類のスロットになります。これも割と新しい機械になります。はい、これも デノミネーションになっていまして、1セント、2セント、5セント、10セント選ぶことができます。私は今回2セント選びました。はい、50ドルスタートでボリュームをマックスにして、これは2セントです。88から880までありますけども、掛け金が2セントですので、1ドル76、3ドル52、5ドル28、8ドル80、17ドル60がマックスになります。私は176、3ドル52ベットでやります。じゃあまず簡単にボーナスの説明をしましょうか。この将軍さんが、フリーゲーム。この字のごとくですね。フリースピンになります。で、このタイガーさんがマッチ3と言いまして、神経衰弱みたいな感じで、3つの同じ絵柄か数字を当てて、それがもらえるという感じですね。それでこの笹を食べてるパンダさんは、ホールド&スピンボーナスで、ドラゴンリンクとか、ライティングリンクみたいな、ホールド&スピンボーナスになります。で、これはですね、このシンボルがいくつ来たからボーナスがもらえるというのではなくて、ランダムになりますね。で、このタイガーはワイルドになります。ボーナスシンボルかつワイルドです。あ、そうですか。うん、はい。これほら、ポットゲームっていうわかる？バックゲームとかポットとか、はいはい、上に3つこうあ、うんうん、あ、ボーナス来ましたね。要するに、いくつ、からボーナスが来るって言うんじゃないのよ、ね、じゃないのよ、そのランダムな感じ ね。で、この絵が今パンダ下に下がったじゃないですか、うん、下に下がって初めてボーナスがもらえるのね。そうです。で、パンダさんの、ホールド&スピンボーナスがもらえました。で、もうすでにここ100の100、うん、じゃあ1万200ドルじゃない、200ドルとか、ね、200ドル、うんね、来てますね。あとはちょっと数字ちっちゃいね。これは何回できるの？あ、これもライティングリンクとかドラゴンリンクと一緒で、うん、3スピンで1個何か揃ったらまた3スピンに戻る。パンダさんのマークが1つでもくればまた3スピンに戻るってことですね。そういうことです。それでパンダさんが15揃ったら、グランドジャックポットになります。わお、なかなか ねその雨だよね。お、もう終わっちゃったね。終わってしまいましたね。でも一番最初に200ドルのパンダが止まったからね。これそれ200ドルのパンダがなかったらしょぼいかったね。この200ドルのパンダのおかげだわ。これほんと252ドルのボーナスです。まあ、でも3ドル52ベッドで252ドルのボーナスは悪くないよね。とてもいいんじゃないかな、うん、ビッグウィンではないけどね。ビッグウィンではないけどナイスウィンって感じかな。なんかね、この業界でビッグウィンって言うと、うん、100倍がビッグウィンだそうです。掛け金の100倍がビッグウィンって言うそうです。はい、なんでしょう。そう一応ね、この業界ではそう言いますね。どの業界だよ、わからん。他のボーナスをやりたいんだけど、なかなかこれね、来てくれそうで来てくれないっていうのがこれゲームのトリッキーなとこでね、うん、本当にあれと一緒だよね、ほらなんかポットでね、なんかお金がほら、そうそう、ね、なんかいっぱい溜まってて、溜まったら来るかなと思ってやると、いかにも来そうでね、そうそうそう、なかなか来ないんだよね、うん、これ本当にトリッキーだと思う、この手のゲーム。でもこの手のゲームが今本当に多い、どの、ね、メーカーも。遊ぶには面白いんだろうけどね、大きい金額でやるとちょっと危険だよね。そうだね。50ドルスタートだったので、うん、5倍になったところでやめます。賢い。はい、また次回これ他のね、ボーナスもお見せできたらと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。それでは
ご視聴ありがとうございました。またね。またね。